ついにやってきましたスノーシーズン。九州もね、この前の最強寒波で、結構雪積もりました。明日はかなり過酷なコンディションになると思います。まあ、それで急遽スノーアタック仕様にこの FX 君をしたいと思います。まずね、こういうネジをオフロードタイヤのブロックに打っていきます。で、今日可能ならこの前後チェーンをね、巻いていきたいと思います。プーマプラスワンのクロスチェーンですね、前後とも21インチ、これをつけたいと思います。よし、時間ない、やろう。簡易スパイクで打つネジはですね、このホームセンターで売ってるフランジタッピングネジですね、M4 の8から10ミリ以内がいいですね。これがね、意外とグリップもそこそこあって、なおかつタイヤ空転させても外れないと、まあ安くて大量に手に入るっていうので非常にいいですね。ネジ打つときですけども、このブロックの高さに対してですね、ネジの方が長いと当然パンクしちゃいます。カーカスのニッパー厚5ミリぐらいあるんで、まあ少々大丈夫なんですけどね、まあ、この先端ちょっとニッパーで落としてやった方が安心です。こんな感じですね。1、2ミリ取ってみます。これでパンクのリスクを減らせます。こんな感じかな。こんな感じになります。はい。先端カットしたやつをこのブロックの一番低い、真ん中のブロックにだけ打ってきます。他はね、もうそのままいけそうです。で、当てがって、こちら。こんな感じですね。これで取れないですね。これをじゃんじゃん打っていくだけですね。よいしょ。本当はね、ちゃんとしたスパイクピンとか欲しいんですけど、ちょっとそこまで余裕なかったですね。でサイドは普通の長さのネジを打っていきます。よいしょ。今小屋の中が何度5度、寒いね。地道やなこれ。まあこんな感じにね、どんどん打っていきます。フロントのピン打ちが終わりましたね。ブロックもこの一番端のブロックには打たずに、真ん中とこのサイドですね、これだけ打つようにしてます。まあサイドまであると安心ですけど、引っかかってこうこけちゃうこともあるんで、僕はこのパターンが多いですね。で、フロントはブレーキング重視でこのセンターに、確実に打ってます。まあ、リアはこれ間引いたりしますね。リアもまあ基本一緒ですね。いやね、ブロックが高いんで全然安心してさせます。はい、じゃあもうじゃんじゃん打っていきましょう。もう時間ない。よいしょ、こんな感じですね。よいしょ、もう一個飛ばしに打ってるな。さあ、リアももうすぐ終わります。ネジ足りたんで、一応この真ん中の列は全部打てました。よし、ラスト。よっしゃ、これで OK。 何がしたいんちゅうタイヤになったねこれ。はい、この簡易スパイクね、結構グリップいいんですけど、スパイク全般かな、いい時と悪い時、その変化が激しいんで、意外とね、トリッキーです。チェーンの方が絶対グリップは少ないけど、まあ、だらだら流れて、緩やかに変化するんで、コントロールしやすいんですね。ちょっともう遅いんで、今日ちょっとチェーンまでつけれないな。明日は、簡易スパイクで行くかな。
これでアタックしてみましょう。